はーい、皆さんどうもピーマンです。というわけで今回からまた新たなゲームの実況、妖怪ウォッチ実況していきますよ。こちらのゲームは過去一度実況していましたが、また再びですねやっていきたいと思います。7月には妖怪ウォッチバスターズ、そして、今年にはまた妖怪ウォッチのね最新作妖怪ウォッチ3が発売されます。そちらの方購入予定、そして実況予定なのでね、そちらの方もお楽しみに。そしてこれからね妖怪ウォッチの実況動画ぜひぜひ見てくださると嬉しいですよ。じゃあ始めていこうか、レッツゴー。主人公の性別を選択してください。私ピーマンは男の子なので男、君に決めた。で、主人公の名前を決めてください。あ、こちらはねもうあれでいいでしょう、ケイタくんでいいかな、ケイタくんで OK。 これ妖怪ウォッチの主人公の名前ですね。で、カタカナだったっけ、カタカナでケイタで合ってたよね。そもそもケイタだっけ。あ、だよね。ケアタになってる。誰だ、ケアタって。そんなやつおるか。誰だよ、そいつ。ケイタ。これで OK ね。多分合ってると思う。うん。はい、君に決めた。OK。それだけ。なんかもっとあるのかなと思ったら、妖怪ウォッチって言っただけだったね。この作品はフィクションです。実在の人物、地名、団体などには一切関係ありませんので、皆さん、勘違いしないように。関係ないからね。ん？眩しい太陽の下、夏だ、夏なんです。おお、4人の子供、いや5人おるね。あのブランコに乗ってるのちょっとぼっちだろ、完全に仲間から外されてたよね、かわいそう。お、じゃーん、昆虫図鑑か。すごい綺麗、ふみちゃんかわいい。うわすごい、こんなどこで捕まえたの、その辺におるやろ。へーへーへー、すごいでしょ。僕ん家の別荘の近く森があってさ、そこに珍しい昆虫、つまりレアものがいるんだよね。ま、捕まえたのは全部俺だけどな。くほう、まあ、庭の石をめくってダンゴムシでも集めればいいんじゃない。適当。バカにしとるな、こいつ。ダンゴムシバカにすんな、お前。何ダンゴムシをバカにしてんだ。もうやめなさいよ。うん、俺だってちゃんと捕まえてるよ。ほう、じゃあ見せてみろよ。見せてみろよ。いいよ、今度絶対見せてやるよ。絶対だな、まあ期待せず待ってるぜ。腹立つな、なんだこのジャイアントスネオ的なポジションは。待ってるぜ。カンチがスネオ、そしてジャイアンが、クマだね。腹立つわ、思いっきし煽られたわ。いきなり煽られるゲームってなんだよ。すごい勢いで家帰ったね。ただいま。我が家に帰ってきた。俺もレアな虫をいっぱい取って絶対クマやカンチを見返してやるぞ。そうだケイタ、その調子で行こう。はい、虫網を手に入れました。これで虫を取れるようになりますね。でもレアの虫ってどこにいるんだろう。うん、とりあえず公園で探してみようかな。いるわけねえだろ、レアだっつってんのに。その辺にいるわけねえだろ、バカかお前は。でもその前にお母さんにちゃんとどこに行くか言っておかなきゃな。いい子だね。そうですよ皆さん、小学生の皆さんはね、どこに行くかまずは親に言ってから行きましょう。心配するんでね。よし、一階にいるお母さんと話そう。お母さん、お母さん、ものすごく美人なお母さん、かわいいよね。お母さん、ちょっと虫取りに行ってくるね。気をつけて行ってくるのよ、帰りが遅くならないように。うん、分かってる。あ、そういえばケイタ、昨日は夏休みの日記ちゃんと書いたの。あ、忘れてた。ちゃんと毎日書いておかないと後で思い出せなくなるわよ。うん、ちゃんと書いておくよ。じゃあ行ってきます。はい、気をつけてねとのことですね。はい、この日記機能は要するにセーブですね。セーブをするために、日記をつけないとダメですからね。はい、三角公園で虫を見つけようとのことだ。レアな虫はいるのか。どうせカナブンしかいねえだろ。カナブンだけですよ、いるのは。はい、来ましたね。妖怪、ようこそ妖怪ワールド。若干噛んだね、早かった。ようこそをはしょってしまったね。よーし、公園へ出発だ。行こうか。あ、下のマップ、下のマップもね、下画面も表示していきたいと思いますので。はい、現在こんな感じですね。基本は上画面とかですけどね。えい、行こう行こう行こう。公園はこの上のすぐにあるね。
さてレアな虫はいるのか。よーし、いっぱい虫を捕まえるぞ。よく探してみれば公園にだって一匹ぐらいはレアな虫がいるかもね。公園の木に近づくと、アイコンが表示されます。レアな虫がいるか観察してみよう。公園の木を調べて虫を捕まえようとのことだ。調べてみよう。虫いないかな。あれは虫じゃないか。虫です。アイコンが表示される場所を調べるとウォッチモードになるぞ。捕まえたい虫にレンズを合わせてタイミングよく捕まえてみよう。どこにいる虫くん。いた、こいつか。セミじゃねえか。ただのセミだ。行こう。当たりで止めろ。難しい。行くんです。イエーゲッチゴッツァンです。いただきましたよ。はい、ミンミンゼミを捕まえた。ただのセミだ。ここにはもう何もないみたい。何もないね。見たまんまだ。さて、こっちも見てみようか。こっちは？おお、またミンミンゼミがいるね。当たりで止めろ。いただきます。はい、ゴッツさんです。ミンミンゼミは俺のものだ。グエー。イエス！お前も捕まれ！ミンミンゼミを捕まえた。セミの寿命は短いもんだからね。土の間長い間いて、生きてるのは一週間って悲しすぎるでしょ。俺セミにだけはなりたくないね。みんなもそうでしょ。よっしゃ行こう。君を捕まえるミンミンゼミ。あーうわー、どうだ、いけたか。イエスイエスイエス、ゴッツァです。いただきました。ミンミンゼミこんな捕まえてどうすんだろうね。レアなのか。レアじゃないよね。レアではないんだけどな。捕まえまくりだな。一週間の命だろう。やめたれや。よし、もう全部の木を調べたかな。いっぱい虫を取れたけどレアなやつはいなかったな。全部ミンミンゼミだ。お？謎の反応がある。ちょっと上画面のみ表示といこうかな。今虫かごが光ったような。気のせいかな。そうなんです、気のせいなんです。気にしなくていい。レアな虫ってどこにいるんだろう。あ、そうだ、学校の用務員さんならレアな虫のこと何か知っているかも。学校にいて話を聞いてみよう。学校の用務員さんに話を聞こうとのことですね。学校はこの上にあるよね。僕はもう妖怪ウォッチも、そして妖怪ウォッチ本家も、真打ちもプレイしてるのでね、大体のマップのことはわかりますよ。ただ結構久々のプレイになるからね。ここもう3ヶ月4ヶ月妖怪ウォッチやってなかったんで、結構久々になりますね。この妖怪ウォッチ初代に限ってはもうほぼ1年間くらいプレイしてないんでね。あ、いた、これが用務員か。ただのゴリラだろ、これ。ねえ、ねえ、ゴリラだよね、これ。用務員じゃねえよ。うほうほう言うとるやつだよね。おや、ケイタくんじゃないか。何か用かな？ん？レアな虫がどこにいるかって？そうだね。虫が自然にいっぱい集まるところ、虫は自然がいっぱいなところに集まるから、大森山なんかに行ってみるといい。せっかくだからこれもあげよう。これを使うと虫を捕まえやすくなるよ。はい、スーパークロミツ3個手に入れました。めっちゃいい人。めっちゃね。大森山の場所は分かってるかな。学校の裏から北にまっすぐ行った先だよ。じゃあ気をつけていくんだよ。あんまり山奥まで行きすぎないようにね。めっちゃいい人だったわ。ごめんね、完全ゴリラとか言っちゃった。ごめんなさい、謝りますので怒らないで。さて、大森山こちらになりますね。上がるんです、行くんです、読み込み中なんです。よーし、この辺りの木なら虫も寄ってきそうだな。レアなのは見つけづらいところにいそうだから、じっくり探さなきゃな。レアなのはいるのか。レアかどうか何を思って判断するのかよくわかりませんがね。はい、現在下画面はこのようになってます。何かね、マップが表示されている赤いアイコンがね、こちらの方行ってみましょうか。何があるんでしょうかね。上画面のみ表示でいきましょう。ちょっと見づらい実況動画になってるかもしれない。あー、猫がいる。猫にゃんにゃーん。なんだナーゴって。ふふふ、にゃーおんじゃなくて、ナーゴってなんだ。お柵がしてていけないぞい。これくらい奥に来ればレアな虫も見つかるかな。でもこの先に行けないし、この辺の木で探してみようっと。この辺の木、あたりの木を調べて虫を探そう。虫を探す、レアな虫をね。おお、アブラゼミ、ミミミミミ。取ってみよう。いただきます。さて。ノー、アブラゼミが全部飛んでいっちゃった。悲しい。一匹もいなくなっちゃったよ。そんな逃げなくてもいいでしょう。
うん、虫はいっぱいいるけどレアなやつはそういないな。おい、逃しておいて何言ってんだ。逃げられただけだよ。あら、柵がなくなった。なぜだ。 Why？ 今なんか不自然な消え方した。怪奇現象的な。せっかくだからこっそり奥まで行ってみようかな。この奥に行けばすんごいのがいるかもしれないしね。子供だから仕方がないんですよ、興味津々。よし、奥に行ってみよう。あら、ちょっとムービー的なもの来たね。レアな虫なんてどこにいるんだよ。めっちゃ髪 もっさもさやな、これ。おっきいな。なんだこれは。ん？なんだろうこれ。ガチャガチャ。わえ？入れろ？何？卑猥な言葉じゃねえか。なんだよこの声。こいつに100円入れろってこと？入れるのか、ケイタ君。ストップだ。やめろ。慌てるんじゃない。入れたのか。何が起こる？何も起こらない。ガシャ、ガシャ、ガシャリンコ。お？モンスターボール的なものが落ちてきた。完全パクリだよね。なんか似てんだよな。おわーお！私の名前はウィスパー。妖怪です。ですよね。うわ、腹立つウィンクだ。なんだこの空間は。まわ、空気がシーンとしとる。はい、来ましたね。もう知ってる方多いでしょう。ウィスパーですよ。なにこれ、なにこれ、珍百景。私の名前はウィスパー、妖怪で。ウィス？よ、妖怪？そうです、妖怪です。時を遡ること190年前、あるお坊さんが私を悪霊だと決めつけ石に封印したのです。なんということでしょう。190年ですよ。190年、長いな。長い、長すぎます。ウィース。いや、話が長いし絶対に関わらない方がいいよね。帰ろう。そうだ、帰ろう。そりゃ妖怪は年を取ります。はははしょられた。バレたか。バレるだろ。話を最後まで聞きなさい。めんどくせえ妖怪だなこいつ。俺今虫取りで忙しいんだよ。もっと面白いもん。いや満足だけどね。そう、妖怪探しなんていかがですかな、ウィス。妖怪探し、何のことですか。ふふ、あなたにはこれを差し上げましょう。なんだ。妖怪ウォッチ。よう出る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 、妖怪出るけん出られんけんの妖怪ウォッチ。イエス。うわ、何これ。それは妖怪ウォッチ。それを身につけばアーメレバボー。なななななな、なんと妖怪の姿を見ることができるのです。妖怪が見える、妖怪が見える。いやいや、妖怪なんて見えなくてもいいんだけど。そりゃそうですよね。ん、まあまあそうおっしゃらずに。お、謎の反応がある。うわ、なーになに？いやいや、妖怪ウォッチに反応が。どうやら近くに妖怪がいるようですね。あちらの木、あちらにある木が怪しいようです。調べてみましょう。なんだろう？もうすぐ妖怪来んのか。てか、お前も妖怪だよ。妖怪ウォッチで木を調べてみようとのことですね。こちらの木か。あれ？どこの木だ？これか。さて、妖怪いるんなら出てこい。何もないよ。おっと、これは失礼。妖怪ウォッチを腕につけているだけでは妖怪は見えません。妖怪ウォッチの横にボタンがありますよね。それを押していただくと。なんだこれは。うわ、蓋が開いた。それは蓋ではなく妖怪レンズ。そのレンズを通して見ることで妖怪の姿を見ることができるのです。さあ、妖怪レンズを使って妖怪を見つけてみましょう。妖怪の気配がする。さて、妖怪ちゃん、どこにいるんでしょうか。あ、いた、こいつだ。
待たんかい、なんか飛んでるやつ、不気味に飛んでるやつ、待て、こいつはもしやもしやもしやトホホギスだ。えい、話しかけてみようか。現れた妖怪に話しかけてみよう。話せるの？そもそも。わ、こいつも妖怪？トホホ気持ちよく眠ってたのな。トホホ邪魔されちゃったな。トホホ仕返ししないとな。どうやら怒らせてしまったようですね。今にも襲ってきそうです。え、どうすればいいの？問題ありません。こんな時こそ妖怪のお友達を呼び出すのです。よし、妖怪の友達を呼び出して、いやいやいや、そんなのいないし、関係ないし。ふふふ、虫かごの中のセミをご覧なさい。先ほど取ったセミですね。セミがどうした？セミが光ってる。なんか出てきた。なんだこいつ。え、さっき捕まえたセミが変身した？拙者セミ丸と申すみ。普段はセミの姿をした妖怪だみん。完全セミだよね。セミ丸じゃなくてセミだよ。ケイタ殿の虫網さばき、見事だったみん。惚れたみん。適当にやったんだけどな。どうも。ケイタ殿には拙者の妖怪メダルを差し上げるみん。お？これか、妖怪メダル。おお、もう妖怪メダルをもらうなんてなかなかいいセンスのお持ちのようで。そのメダルは拙者たちが友達になった証だみん。何かあったらそのメダルを使って拙者を呼び出すみん。すぐに飛んで駆けつけるみん。え、うん、あ、分かった、ありがとう。えい、初めての妖怪。かわいい、セミ丸ですね。ニックネーム、いや必要ない、かわいい名前じゃないか、こんなのつけないよ。トホホ話長いな。トホホ完全に忘れられてるな。ごめん、完全に忘れてた。あ、完全に忘れてた。なんかごめん。お主の間拙者がいたすみん、手加減しないみん。トホホ本気出すしかないな。キータ君バートルですよ、張り切って頑張りましょう。そうですね、やっていこう。来たよ、初妖怪バトル。私のセミ丸がお前を倒すんです。簡単なお話だ。必殺技、ほうほうほう。じゃあいきなり必殺技使ってみようかな。回すんです。うん、下画面表示しましょうかね。下画面表示しとこうか。これで OK。 イエー、ミンミン切り、ゲチッホー。あ、もう倒した。弱いこいつ。予想以上弱かった。えいえい、ブイ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 、喜んでるね。セミ丸いいじゃないか、かわいいね。セミ丸かわいい。イエス、勝利、無事勝利、完全勝利だ。相手にならんぜよ。あー、びっくりした、いきなり襲ってくるんだもん。東方負けちゃったな。東方焼き鳥にでもされるのかな。そんな、死ねえよ。うまかねえだろこんな焼き鳥。ふざけんな、そもそもうまかねえよ。こんな顔のやつ焼いたところで何もならねえよ。いやいや、妖怪なんて食べないよ。体もすごい青いし、絶対まずいよね。味の感想は誰も求めてないんだよな。トホ、じゃあ許してくれるのかな。許すも何もいきなり起こしちゃったのはこっちだしね。トホ、君優しいな。トホ、メダルあげちゃうな。おう。はい、またまた来ましたね。お友達ですよ。トホギス。声が意外にも可愛い。いいね。ニックネームつけません。はい、また新たな妖怪トホギスと友達になりました。おお、またまた妖怪メダルをもらうとは、執事として鼻が高いで、ウィス、鼻ねえだろう。こうして友達が増えていくと、多くの妖怪メダルを持つことになります。これを使えばたくさんのメダルをすっきり収納することができますよ。はい、妖怪大辞典ですね。こちらのアイテムは非常に重要になるアイテムだ。さすがだめ、拙者の目には狂いがなかったみ。ではでは、ケイタ殿、またお会いいたそうみん。消えた、どこに行った、飛べや、羽使え、消えんじゃねえ。羽使え、お前セミだろ。よ、妖怪と友達になっちゃった、不思議な感じ。どうです、少しは妖怪のことが分かってきましたか。分かるわけないし、妖怪いるとか普通じゃないよ。妖怪たちはあなたの暮らすこの町の至る所に潜んでいます。あんなところは、そんなところや、こんなところにまで。
あなたの知らない妖怪たちがいっぱいいるのです。妖怪ウォッチを使ってたくさんの妖怪と友達になりましょう。ウィス。光ったね。うん、続く。てなわけで、これで第1話、ようこそ妖怪ワールド、終わりになりますね。はい。まあ、ちょっとやることはチュートリアルばっかでしたが、次回からね、本格的に色々とプレイできるようになりますので、1回目の今回はこれにて終わりにしたいと思います。これからね、妖怪ウォッチの実況していきますので、ぜひ、見ておくれよな。そして先ほど言った通りね、7月にはね、妖怪ウォッチの、最新作、妖怪ウォッチバスターズがですね、発売されます。そちらの方も実況予定なので、お楽しみに。じゃあ次回また実況2回目でご会いしましょう。グッバイ。